バレンシアにあるラロンハデラセダ、リョジャデラセダは15世紀後半に建てられた商品取引所で当時のバレンシアの経済力の大きさを忍ばせる建造物である。これは商業の伝道と理解されていたもので機能的、実利的な側面を失うことなくその極めて明白な象徴的特色を保持している。ゴシック様式の異様を誇るロンハは プラサデルメルカード31番地にあり、ロスサントス・フアネス協会やバレンシア中央市場に面している。1996年12月7日にユネスコの世界遺産に登録された。ゴシック様式の世俗建築であるロンハは、1482年から1498年に、ペーラ・コンプテ、ホア・ニバーラ、ホア・ン・コルベラ、ドミンゴ・ウルティアーガといった石たちによって建造された。 最終的に建物全体が完成したのは1548年のことである。分厚い壁等、縦眼といった要素が一種の古城を思わせる論破は4つの部分から成り立っている。建物とその他を含めた敷地面積は2000平方メートルを超える。柱のサロン柱のサロンは教会でいうところの振動にあたるものが縦に3つ並んでいる大広間である。 正面入り口は、ゴシック様式の入り口で、複数の通路からアクセスすることができる。ティンパノムには商人たちの守護聖人である幼子を抱えた聖書女が刻まれており、死の紋章をいただいた二つの大きな窓が、この入り口を挟み込んでいる。側面のファサードにも、二つの窓に挟まれた別の門がある。サロンの天井は、オジーブ急流で、高さ約16メートルの、 こっそりとした螺旋状の柱に支えられている。かつてここを訪れた人々の目には、さながら高く伸びたヤシの木々とそれを包む天蓋のように、映り、楽園を表現したものと受け止められた。かつて、バレンシア市当局はこの部屋に、当時の金融業務を行うための交換証を置いた。真上からは、正方形に見える塔には礼拝堂と牢獄があり、校舎は、 支払いができなかったものを収容するために使われていた。塔は4階建てでテラスがあり上階に登るためには中心の柱がない螺旋階段を使う。この螺旋階段はペレ・コンプテの代表作である。この広間の建設は1498年に始まり1548年に完成した。完成時期の関係でルネサンス建築の影響を受けている。建物は 地下室、地上1階、2階からなっている。ファサードは建造物群の統一性を保つために、著名な40人のメダリオンを除けば、ゴシック様式が採用されている。大広間には、海の領事の裁判所が置かれていた。この正寺裁判所は、論破が立つよりもずっと、前、すなわち1283年から、バレンシアの開示、商業上の問題を取り仕切ってきたもので、 バレンシアにとって非常に古くからある機関というだけでなくスペイン初の商事裁判所でもある。サロンの各天井はフアンデルポヨが1418年から1455年に手がけたものでまさしく芸術的な手法というべき出来栄えである。プラサデルメルカドからは建物が銃眼付きの塔で二つに分かれているのが見て取れる。その一方はランマ。 玉縁、戦闘などがついて、ふんだんに装飾されたオジーブ給流であることがわかる。28個のゴシック様式のガーゴイルも特徴的な要素を形成している。屋根からの雨水を吐き出すために据え付けられたそれらの装飾は、品のない姿勢やグロテスクな姿勢をとった、想像上の動物や怪物、人物などを表している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。